なんかすごい時間にしてたよね。思いつきで配信した。今日も思いつきなんだけどさ今曲をかけようと思って YouTube を見てるんですけど、何にしよっかな。マックさんもありがとう。ちょっと髪型もボサボサだし、配信するからと思って口なくした、口を塗ってアイライン引いて、ちょっと髪の毛はやらずにっていう状態。そう、めちゃめちゃリラックスモード。さっきお腹空いたなって思って夜ご飯ウーバー頼んだんですけど、ウーバー食べて、ご飯食べて、食べ終わってゆっくりしてたんですけども、ちょっと配信しようと思って配信始めてみたはいいもののっていう感じです。たーくんありがとう。そう、実はね、私体調崩してて。そうなんです、だから今こんなねダラダラしてるんです実を言うと。でやっと体調が良くなったので、そうなんです、新年明けて早々体調崩しちゃって。でも今肘の周りもさ、みんなね熱出たりとかさ、やっぱコロナとかなっちゃってるから、オミクロンすごいよね。だからさ、今やっと良くなったんですけども、だからもう SNS も何にも更新してなかったし、ほとんど何にもやってなかったんですよね。全然曲出てこないし、でで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 、でクロちゃんありがとう。本当に感染の速さがやばい。もう本当に本当にそう。ハーフくんもありがとう。でも意外とオミクロンってさ、本当に軽い、症状が軽い人はめっちゃ軽いじゃないですか。だからずっとメイクもしてなくて、ちょっと気分転換にいいと思って。メイクって言うと、音で応したけど、昨日、今日、インスタめっちゃ久しぶりにね、朝投稿したんですけど、昨日撮ったやつ。たーくん、ありがとう。そう、星が飛んでる？ここ見てくれました。でも私11月中旬ぐらいに上げてから上げてなくて、めちゃめちゃ久しぶりで投稿しづらいっていう、逆に。ぜひいいねとコメントしてください。頼んだんだけどさ、ちょっと頼みすぎちゃって、なんか甘いもの食べたいなと思って、なんかフレンチトーストみたいな、夜に食べるやつじゃないんだけどそう、ご飯もずっと食べてなくて、てか正月ぐらいから私5キロ痩せたんですよ。正月太りじゃなくて正月痩せをして、謎に5キロ痩せて、そう、なんかでもダイエットしようと思ってる時に痩せないのに、
謎に、そう、ほんでそこは体調分かってないんだけど、いや、なんか正月は全然体調悪くなくて、ほんと最近なんだけど、そう、体調悪くなったのが、だから年末から正月頭にかけてほんとなんかがっつり休み、お休み取ってたから、てか1月はなんか12月、私個人的にあもう12月頑張ったなと思ったから、1月仕事あんまり入れないようにと思ってお休み結構自分で取ってて、だから、まあ、正月休みもがっつりあったし、そう、山さんありがとう、タクもありがとう、信号機故障中さんもありがとうございます。でだからその休み中で結構昼夜逆転がっつりしちゃって、そう、あ、全然カラオケじゃないテレビでYouTube かけてる。そうだから体重が絶対太ってると思ってたし、めっちゃ食べたし、だけど意外と、サンデの新鮮さんありがとうございます。ホスクラって何？信号機故障中さんありがとう。で、あれ何の話したんだっけ？何の話してこうなったんだっけ？アマゾンプライムビデオ。クロちゃんありがとう。遊び来たよ、だってありがとうございます。そのフレンチソースを。フレンチトーストを頼んだんですけど、くまねパパもありがとう。なんか飲み物をバナナベリースムージーみたいなの頼んで、でもなんかスムージーだけだとあれだなと思ってカフェラテも頼んだんですけど、その後にあタピオカ飲みたいと思ってタピオカも頼んだけど、全然ミルクティーどんかぶりでさ、でも飲み物3つあるの今ひじやばいでもスムージーはもう溶けちゃってるし、何から飲もうみたいな、そう3つあんの、うん、飲み物頼みすぎた。なんか本当に全部残ってる今。私今年本当にやめたいって思うのは、なんかコンビニとかスーパーに行った時って、なんか食べたいなと思った時とか、あお腹空いたみたいな時とか、それこそウーバーイーツとかもそうなんだけど、頼みすぎちゃったり買いすぎちゃうの。なんだろう、絶対的に考えてこの量食べれないよなって思うけど、でももしかしたらいけるかもしれないって思って、なんかその時の衝動に駆られてめっちゃ頼んじゃったりとか、なんかいろんなもの頼んだり買っちゃったりするんだけど、結局全部食べれないわけ。本当に良くないでしょね。めちゃめちゃ本当に何でもとりあえずなんかいろんな種類買っちゃうとかさ、なんか食べたいのとりあえず全部買っちゃうとかしちゃうの。本当にマジで買っちゃういっぱいで結局食べないっていうのが多いから、本当にやめたい。それは本当に今年はかんちゃんありがとう。そう本当に買いすぎちゃうんだよね、何でもかんでも。
なんか買い物とかも、まあ、食べ物に限らずなんだけど、なんかそれこそ服とかも別にそんなすっごい高頻度でなんか買い物するとかじゃないんだけど、1回の買い物でめっちゃ買っちゃうの。肘単発っていうのかな、本当に。多分服とかに関しては前も配信で言ったかもしれないんだけど、本当にマジでね、超まとめて一気に買っちゃうっていう癖を本当にやめたい。今年の目標、本当にすっごい低レベルだけど、ことなく歩き続けたって、ことととこんばんは。あー、最近はさ、家から出て食欲はなんか、まあ、今は体調戻ってきたから全然普通に、普通にあるっていうか、まあ普通かな。そう、マカオのルーさんありがとう。何の話しようとしたんだっけ、何の話しようとしたんだっけ、なんだっけ、忘れちゃった。何の話しようとしたか忘れた。ねえ、イベントね、やりたいんだけど、でも今すっごいじゃん、オミクロンが。本当に自分も肘も体調悪いし、ちょっとカシちゃんも体調がねあれだし、だからもうちょっと様子見かなっていう感じですね。本当周りもさ、体調悪くなる人今すっごくて、本当に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 マジですごすぎるから、さすがに今はあれだなって思って、様子見ですね。秋田で、逆に今こそ秋田でできないよね、もう告知するのもためらうわ、秋田でイベントするなんて言ったら。電話、確かに電話の企画とかいいね。携帯起きた。価格によってさ、髪の毛のボサボサがお庭から。
ティッシュの箱。繰り返されるし、ちょっと諦めた。今さ家でさカラオケできるじゃん、なんかスイッチのさジョイサウンドのやつね。でなんかマイクがあったんだけど、マイクをそのね正月の時にね、マイクなんかなんだあれ、スイッチ用のマイクなんかな、よくわかんないけど、それを買ってそのカラオケをなんかしようみたいになったんだけど、なんかその時スピーカーの調子が悪くてできなくて、でも本当に普通にテレビの画面にカラオケが映るわけよ、歌詞とかが。すごいなと思って、今時やばくない、カラオケ行かなくてもカラオケできちゃうんだみたいな。この間ってか、そんな、いつだっけ、いつだか忘れたけど、この年になって人生で初のパセラに行ったんです。パセラ行ったことあります？みんな。なんかパセラってさ、すんごいなんかトーストみたいな、わかる？よく渋谷とかでさ、看板あるじゃん、パセラの。あれでしか見たことなくて、カラオケとか行くってなってもさ、パセラじゃなくてなんか違うところよく行って、カラオケあんま行くことないんだけど、カラオケ屋っていうか、なんかカラオケに行く、わざわざ行くってのがあんまないんだけど、なんかどっか店とか行ってさ、店にカラオケがついてたりとかさするからあれなんだけど、この間それこそカラオケ行きたいってなって、まじでバセラに行こうってなったんだけど、っていう話なんだけど、別に特にバセラ何があったとかじゃないんだけど、人生でこの年になって初めてバセラに行ったよっていう話。
飲み物しか飲んでないんだけど、でパセロってなんかあのパンケーキじゃないですか、トーストのイメージ。コートダジュール懐かしい。学生の頃さ、近くにそのコートダジュールがあって、でも学生でもさ、中学生とかだと思うな。中学校、小学校はさすがに早いか、中学校だね。の時にさ、友達とかとさ、休みの日になるとさ、なんかまだ中学生だから、それこそカラオケ行こうとかさ、ボウリング行こうとか、ゲームしに行こうとかさ、でコートダジュール行ってたな。懐かしい。そんな時代もあったねと。何でも大事にしようかな。携帯起きた。今日の夜はもう食べたの、今日早くて、甘いもの食べたくて、フレンチトーストみたいなの食べました。ウーバー頼んだ。どこのやつだったか忘れてくる、なんか近くの。そう、美味しかった。こんばんは。サイズ行きたい。ファミレス好きなんだよね。なんかファミレスのご飯ってさ、なんか美味しく感じない？すごい久しぶりに食べて美味しいって思う。カシちゃんとかとね、あ、なんかファミレスよく行ったりする。なんか普通のおしゃれなカフェよりも、ヒジとかアフちゃんもそうなんだけど、めちゃめちゃそのおしゃれなカフェっていうのがあんまり得意じゃなくて、ね、ファミレス好きなんだよね。一時期なんか仕事の合間とかにご飯食べ行こうとか、休憩でなんかとか出ようってなった時とか、ファミレス巡りしてた。だからね、昼間になんかカフェ行こうとかっていうのがあんまり得意じゃないの、ヒートカシちゃんが。
昼間にカフェ行ってなどうする何するみたいな逆に何するカフェ行こうってなるじゃん。なんかえカフェって何しようみたいなどうしようどうしようどうしようってなっちゃう。全然楽しいけどねカフェ。アマゾンプライムビデオ、僕の一日は忙しい。なんかだからもう夜とかのご飯とかはなんかいろんなとこ行きたいんけど、なんかランチとかじゃなくてカフェみたいなご飯ならまだあれね、昼のランチとかディナーとかならあれだけどさ、カフェ？カフェってお茶飲むみたいな。デートとかでカフェあり、うん、ありだけど、あり全然すっごいカフェマジで断固拒否みたいな感じじゃないから、それはね、それは全然ないから全然いいけど、でもなんかご飯とか。なんだろう、なんかすることがあった方が安心感はあるよね。カフェってさ、やっぱさ話メインじゃん、ご飯ってよりかはなんかちょっとお茶しつつのお話楽しみましょうみたいな感じじゃん。メインがさ食べ物っていうよりかはなんかトークになっちゃうからさ、私初めましてとかだったら逆にいいのかな、なんか話すことあるうちはまだいいのかな。関係性にもよるかな なんかこれは私はなんかインスタグラムとかをやってる人としてって言えばいいのか分かんないけど、やってる側の人間としていいのか分かんないんだけど、私そんなにもともとその思い出でもあんま写真残さないタイプだったんですよ私。本当に全然なんかあえて写真撮ろうっていうのはなかったんだけど、でもななみちゃんとかな、ななみちゃんと仲良くなってからななみちゃんが結構その写真を残すタイプだったわけよ。何でも写真撮って残すタイプで、でななみちゃんと一緒にいるようになってからそのななみちゃんも撮るかジャヒジも撮ろうみたいな感じで撮ってたけど、撮るようになった前よりはね。でも後で見返した時にさ、あーこの時撮ってなんか、あーこんなことしたなみたいなのがあって楽しいからさ、もう撮ってて損はないなと思うから、なんか思い出したら撮るみたいな最近は。あんまり飲み物しか残ってなさすぎて絶望的なんだけど。外出れなかったからさ、それこそなんか飲み物とかなんか
なんかご飯もさ、まあ、なんか作ったもの食べれるときは食べたけど、なんか家でそのご飯があるときもあったけど、でもなんかたまにさアイスとか食べたいなって思って、なんで一人でいるときにね、なんかそのウーバー頼もうと思ったときに、そのときちょっと多分甘いもの食べたかったんだよね、チョコとか。だからさ、そのご飯頼むついでに他のなんかそういうのも買おうと思って買ったときにさ、多分その時は甘い飲み物と甘い食べ物が食べたかったせいか、本当になんかカフェラテとかチョコとかそういうのばっかなのよ。本当にミスってる。もっとなんかさ、もっとなんかすっきりしたの頼もうぜ、過去の自分。自炊は、まあ、しますね。する。最近はなんかカレーを食べることが多くて、それもなんかカレールーを使わない、カレーっていうのなんかスパイス系を、そうなんか結構本格的なカレーをもうめっちゃ食べるから、そうをなんかね作ってね、自炊っていうか、まあ、作って食べるから、でもそろそろマジ大衆がスパイシーになりそう。家出てないから別に誰とはねあれだけど、でもなんかその分なんか嫌だなと思って、いちごとかちょっとそこでバランスを取ってます。なんかドンピシャの曲がないな。辛いのはね好きですよ。めちゃめちゃ辛いのはちょっと苦手だけど、苦手っていうか、じゃなんかすごい嫌いじゃないけど食べれない。でも辛いの好き。スマホスタンドね、ありがとう送ってくれて。でも今ねちょっと手元にないんだよね。使ってるよ。めちゃめちゃありがたい、ライト付きで。ちょうど壊れてたからさすがやなと思って、マジで大感謝。ちょっと今なくて、口の色薄い。髪型かわいい。嘘、すんごいボサボサなんだけど。やだ、歯に塗っちゃった。
に置くってのは、めっちゃいいやん。もうちょいこうなってほしいけど、それは無理そうだね。ちょっと下すぎるな。こうなりたくないっていう話だよね。めっちゃこれいいんだけど、おーいい、なんかいいのないんかいな。もういっか、これでいいですか。変じゃない。もう下すぎんアングルが、前髪邪魔だし。立てられるものをめっちゃ探してるっていう。この台が良さそう。ちょっと待ってね。ベストだよね。知恵を働かせて。あ、鬼いいじゃん。バチバチにいいやん。いい台がありました。めちゃめちゃいいや。めっちゃいいじゃん。なんで最初からこれしなかった？ありがとう。あ、間違えた。あ、間違えた。もう本当に。
日清のライブ映像しました。なんかさ、髪切ったんですけど、ちょっとなんかもうちょっと切りたくなっちゃった。これさ、高校のさ文化祭で踊ったんだよね。高1かな。覚えてないけど。すごい、ありがとう、たーくん。俺にはすごいさ。嘘、歌っぽくなった。嬉しい。コンサートでオリジナルバージョンすぎて。すごい、前をこんな繰り返してうまいことある？ありがとう。本当に高1、多分高1の時の文化祭だった気がする。これ
みじ高校の時分行事に高1の時しか出てなくて、高2高3って、高3はそのまあちょうど8入ってた時とかぶってたから、卒業式しか文化祭の行事系で出れなくて、高1の頭初めのぐらいに行事、その高校の行事ってものを体験して終わったんですけど、その唯一3年間で1回だけ出た文化祭でさっきのやつ踊った。懐かしい。じゃあありがとう。今何時？10時になる前ぐらい。何時までしようかな。俺の目を見て。髪ボッサボサ、びっくりした今。からかってるつもりなんてない、そのすべて生きた君に夢中なだけ、そんなことないよ。すんごい顔でじみてるね今ね。カラオケにするっていう。10時ぐらい。目が覚めればいつも変わらない景色。切なことさえ見えなくなってしまう。なんかこれで歌うの恥ずかしい。生きてる意味もその喜びもあなたが教えてくれたことで大丈夫かもって言える気がするよ。後ろに声入ってる方が歌いやすい。恥ずかしい。マイクあるんだけど、その棚の中に入ってんだよね。保守は入社後平行線で、東京は伊勢と何もない、立憲6と大正大19に出しているだけ、また一つ商売道具に
してるさ。前に映ってたりと、最近は銀座で警官ごっこ、公共は越えても乗車必須、領収書書いてちょうだい、税理士なんてついてない、後楽園将来そうになって結婚してほしい、毎晩寝具で勇気するだけなどがダメだ。私をくれちねばって、うん、かもね、先生さん、メイメイさんもダラ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 カラオケってことで、のどがカスカス、あおかんでいってちょうだい、終電で帰るってば、池袋マッシュの匂いで飛んじゃって大変さ、毎晩絶頂に達しているだけ、商売道具にしているさ、ベンチが愛に映ってたり、結婚してほしい、毎晩シングルで、いさやの彼女になってみたい、そしたらベンジアクレジェブで、え、ふざけてるやん、おふざけモードやん、もう言うこと聞かないな、このおいおい。Why? 片思いってどんな時？あ、君の顔に昔よりシワが増えても、それでもいいんだ、僕がギターを思うように弾けなくなっても、心の歌は君で溢れているよ、高い声も出せずに思い通り歌えない、それでも頷きながら一緒に歌ってくれるから、連ばかりの拍手も響き渡る、歓声もいらない、君だけ分かったよ分かったよ、分かった、初めて歌った、誰夢が叶ったの、お似合いの言葉が見つからない、夢が叶ったの、愛してる、たった一度の、たった一人の、味わってるんだよ、今日が死ね、終わりや、全然わかんない、私特別いらない、ただだ、僕の思いは年を取ると増えたが、好きだよ分かってよ、誰
この歌好き。ちょっとわからん、うん、この歌はカラオケで絶対歌うかも。セミの声を聞くたびに目に浮かぶ九十九里浜、しわしわの祖母の手を離れ一人で訪れた歓楽街。ママはここの女王様、生き写しのような私、誰しもが手を伸べて子供ながらに見せられた歓楽街。中高になった私を置いて女王は消えた。毎週金曜日に来てた男と暮らすのだろう。一度栄えし者でも必ず世を衰えゆく、その意味を知る時を迎え、足を踏み入れたわかんなくない。消えていった女を憎めの夏は今、女王という肩書きを誇らしげに掲げる。喉カスカス。歌舞伎町の女王って椎名林檎さんの歌。なんか音が好き。女になった私が売るのは自分だけで、同情をした時に全てを失うだろう。JR 新宿駅の東口を出たら、そこは私の庭、大遊戯バカ舞伎町。今夜からはこの街で娘の私が女王だか。みんなが知ってそうな歌。なんか女性器になってる、上がってる2個ぐらい。多分私じゃなくていいね、余裕のない二人だったし、気づけば喧嘩ばっかりしてさ、ごめんね。ずっと話そうと思ってた、きっと私たち合わないね。二人きりしかいない部屋でさ、あなたばかり話していたよね。もしいつかどこかで会えたら、今日のことを笑ってくれるかな。理由もちゃんと話せないけれど、あなたが眠った後に泣くのは嫌。声も顔も不器用なとこも全部全部嫌いじゃないの。ドライフラワーみたい、君との日々もきっと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 色褪せる。思い出した、あやだ間違えた。最近
なんか最近謎にずっと好きで聴いてる歌みんなありがとういっぱい。え、何時までしよっかな。いや、10時半は長いかな。10時、あとこれともう一曲ぐらいやったら終わろうかな。
超懐かしい歌。いや、さあさあ、元気ありがとう。キバチョウナイカヤさんもありがとう。毎日を
包まれたならきっと目に映る全てのことはメッセージ。初めて歌った。あやもありがとう。女性器のやつ1個でやったら全部女性器で出てくるようになっちゃって、あの直すのがめんどくさいのでそのまま歌っちゃいます。嬉しい。ケンケンもありがとう。くだらないことで笑って、何気ない会話で泣いて、一つ一つの出来事に絞りを挟んで、忘れないようになくさないように、嵐のように魔法の絨毯に乗って、
迎えに行くよ。魔法は使えないけど、お金もないし力もないし地位も名誉もないけど、君のことを成したくないんだ。言った。でも私のお母さん、この歌聞いた時にそんな人でいいのって、ダメでしょってさ君が彼にどんな恋を重ねてさ、どんな人と笑い合ったか、一人で考えて勝手にへこんで眠れない夜を過ごしてさ、仮に雨が降ってびしょ濡れになっても僕が迎えに行くから、笑って泣いてみ抱きしめ合って愛し合って地位にのように魔法のランプから出て笑わせるよ。魔法は使えないけど、お金もないし力もないし地位も名誉もないけど、君のことを守りたいな。わ、これはゆうりさんの隠れ物。歌ったことない。どうだっけ。この狭い部屋は孤独と目が詰まる。わかんない、寂しいわかんないかも。わかんない、寂しくわかんなかった。顔してる君はまたねって言ったよね。嘘はやめてと口まっすぐ言ってたじゃな、君が嘘をつくの。お一人置いてくなんて間違ってるよ。隠れんぼなんかしてないで、もういいよって早く言って、もう一回その言葉が宙に舞う。隠れんぼなんかしてないで、まだだよって知らせないで、もう一回もう一回グッバイ。わかりませんでした。あ、これあれ、どこに行っても行き詰まりっていう歌で、最高の歌好き。どこに行っても行き詰まり、そして行ってもで、そのままどっかへ出すことあり、そんな劣等も葛藤もみんな持ってる、その理由は同じ、何でもかんでも欲しがる世界じゃん。サビが歌いたいんだけど、膨らんだ妄想を幻想しそう。起きた。Welcome to the night. みんな来てる中で行かれちまってる。Welcome to the night.
初めて聞いたこれ。そんな世界だから未来慰め合っている。バウンディです。じゃあありがとう、うん、これも結構歌うかも。これでもカラオケで歌ってる人多くね。ヒジの歌いやすそうな歌が出てきた。ヒジが最高に歌いやすそうな、歌わなくても分かる、歌いやすそうだって。空を押し上げて手を伸ばす君、枯渇のどうか来てほしい、水際まで来てほしい、つぼみをあげよう、庭の花水木、続
とも大好き。結構ね、夏メロが好きなんですよね、本当に。やば、もう半じゃん。最後にしようと思って、これちょっとね、わかんない。これと、じゃあこれ歌って、これ不安だからこれ歌って、次で最後の曲にしたいと思います。たーくんもいっぱいありがとう。どうだっけ、甘月見の横で僕は時計を気にしてる。季節外れの雪が降ってる。ちょっとわかんないかな、寂しくわかんない。東京で見る雪はこれが最後ねと、寂しそうに君がつぶやく。名残雪も降る時、虫にふざけすぎた季節の後で、今春が来て君は綺麗になった。去年よりずっと綺麗になった。以上です。やばい、なんかさ、なんか昔の歌ばっか歌ったら昔の歌しか出てこなくなっちゃった。ドゥルルルルル、泣きだ。私が好きな歌で締めたいと思います。もうあの春にあなたと出会わなければ、舞い散る花びらはただ白く見えていたでしょうか。もしもあの夏を二人で過ごさなければ、花火の輝きも残らずに消えていたでしょうか。一番綺麗な私を
ょう。愛しい季節は流れて、運命と今は思うだけ。もしもあの秋に私が戻れるのなら、隠し通したあの涙さえ見せてしまうでしょう。もしもあの冬にあなたを信じていたら、今も二人で寄り添いながら生きていたでしょうか。一番綺麗な私を抱いたのはあなたでしょう。消えない涙の記憶を運命と人は呼ぶのでしょう。ありがとうございました。ちょっとこれ以上歌えない。時は越える。今日は予想外の配信だったんですけど、久しぶりにカラオケ配信なんかもしちゃったりして、楽しかったね。最近まで体調崩してたんですけど、みんなも体調には気をつけて。私なんかが言えることではありませんが、私も体調が良くなったからとはいえ気を抜かずまたすぐね、何回でもコロナなんてなるからさ、気を引き締めて行動したいと思います。
とか言って全然半過ぎてるっていうね。え、てか11時になるじゃん。全然配信終わんないっていう。元気になるまで。今年は会える機会あると思います。でも今ちょっとオミクロンがやばすぎてイベントはまだちょっと安易に企画できないなと思って、まだ決まってないんですけど、今年はさみんなといっぱい会えるかなって思ったんだけど、早速コロナすごくまた再発しちゃったじゃんか。だからどうなっちゃうんだろうって思って、なんてないけど見て覚えるっていう。こういうのがポーズなんだね。これぐらいまで配信してそうだね。この流れでいったオンラインイベント、確かに。でもオンラインイベントみんな参加してくれるもんですか。
しそれくらい全部無情じで僕のことからがって最近覚えようと思ってる歌があって全部英語なんですけど Don't cry, snowman, now wait for me We'll catch a tear if you can't catch me, darling You can't catch me, darling Don't cry, snowman, don't leave me this way For that you hold me close, babyCome on, let's go. We'll see more and more from the sun. Forever we will have sun. はいはいはい。Christmas baby.好きなんですよね。よくない？Don't cry, snowman, don't you feel the sun? Hungry. Don't cry, snowman, don't you shed a tear? Christmas baby だけ歌える。なんか落ち着くこの音が。かっこいいよね、これ歌ったら。好きだから。あんまなんか詳しくないんだけどね。私はね、チャーリー・プースが好きなんです。プース合ってる。好きなんです。これはエドシーランだけど。てか今すっごいロミジュリ見たくて、タイタニックかロミジュリが見たくて。
間違えた。私は君とは違うからね。もしもし、あ、今大丈夫とかの一般常識が命取りになるの。これは今歌ってるのはクリープハイプのラブホテルっていう曲なんですけど、めっちゃ好きなんですよね。あったら飲んでできそうな軽い女に見られて、浮いたら飛んでいきそうな軽い男に言われた。何もいないから少し休もうか。夏のせい、これ最初は本当にダラ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 とやり続けて、サウスオブボード。私の今好きな歌。飲み物はね、3つあるんですよね、今。なんか、ベリースムージーとカラオケじゃない、間違った、カフェラテとタピオカ、頼みすぎた。この歌好きなの。いい歌じゃないけど好きな。2022年は頼みすぎを直す。バカみたいな目標。結局なんか久しぶりにこんな長く配信したかも。
者。13位はあやるみかん、ありがとう。12位は秋葉町内会さん、ありがとうございます。11位はまさとら赤帽子のまささん、ありがとうございます。10位はフォークアットホームコン一輪翔さん、ありがとうございます。9位はこれは何、まさやさんで合ってる、ありがとうございます。8位は山さんあと丸メガネ新調しました、ありがとうございます。7位はクロちゃん、ありがとうございます。6位はまえちゃん、ありがとう。5位はマカオのりゅうさん、ありがとうございます。4位はたくん、ありがとう。3位はたこたこ太郎さん、ありがとうございます。2位はオレンジの新製品ハッシュタグ何かをいじり担当大臣、ありがとうございます。そして1位はケンケンアットヒジリさん、ありがとうございます。ありがとうございました。今日は久しぶりにこの長く配信をしてとても楽しかったです、ありがとうございます。見てください、ニール結構前に変えたお気に入りです、結構お気に入り。じゃん、なんかあんま綺麗に見えないね。じゃん、新年早々髪も切って色も暗くして爪も変えてウキウキだったんですけど、でも体調崩し、そんなこともちょっとパワーになり、あ、この歌好き。なのでみんな本当に体調には気をつけて、私ももう少しで外に出られますが気を抜かず頑張りたいと思います。もう健康第一ということで、みんなまたね、ありがとうございました。またタイミング見て配信できるときにするので、ちょっと気まぐれになっちゃうんですけど、その時はぜひ見てください。今日インスタも更新したので、いいねとコメントよろしくお願いします。バイバーイ、おやすみなさい、ありがとうございました。